こんにちは、かけチャンネルのかけるです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。先日島村園芸さんでこちらのハオルチアを購入してきました。 CR1 という品種で、おそらくベヌスタとオブツーサの後輩だと思うんですけど、こんな感じでちょっと紫っぽいんですけど、ハオルチアの透明感も出てて、ベヌスタのこの産毛の感じもあってめちゃめちゃかっこいいんですよね。島村園芸さんに3回ぐらい行って毎回買うか悩んでスルーしてたんですけど、今回ついにお迎えしちゃいました。残ってたのがちょっと運命を感じています。今日はこれの紹介と植え替えをやっていきます。それではどうぞ。はい、それでは作業を始めていきたいと思います。まずは鉢からハオルチアを出していきます。机を汚さないようにこんな感じで箱と袋使っています。ちょっとこう鉢を揉むようにして土を出していきましょう。あんまり根っこ回ってないんですかね、こんなに土が残っています。今回ハオルチアは初めて買ったんですけど、まだこういまいち育て方は分かっていないので、詳しい方ぜひ教えてください。と枯れている下葉はもう取っちゃいますね。と軽く土を落としてきます。はい、こんな感じで土を落としてきました。こうやって見ると下半分は結構緑色っぽいですね。根っこはこんな感じでした。これって小株ですかね。なんかちょっとだけ生え方が違うんですが、まあ、とりあえずこのまま植えてみます。一応鉢は新しく買った3号鉢で植えていきます。いつも通り鉢底石を入れていきます。そしたら赤玉土の小粒を入れていきます。これはもう事前にみじん落とししてあります。マグアンプの少量を入れておきます。どのぐらいの深さで植えるかなんですけど、まあこのぐらいですかね。植える時はちょっと深めに植えちゃっても最後に引き抜けば高さ調節できるので、少し深めでも問題ないと思います。あとはこうやって外から叩いてあげて、なるべく根っこの間に土が入るようにしていきます。はい、そしたらタグを刺して完成です。いい感じに真ん中に植えられました。めちゃめちゃ綺麗なので、この調子で育てていきたいと思います。はい、ということで本日はハオルチアの購入報告と植え替えの動画でした。皆さんもよかったらハオルチアゲットしてみてください。本日の動画は以上です。ご覧いただきありがとうございました。バイバイ。